校門にアジさんがいるぞ。挨拶してから帰ろうかな。星だからな、絶対なんかあるよな。さてと今日もそろそろ校門前で何してんだろう。アジさんやっと来た。え、同じリアクションした今主人公と。ねえ、今大丈夫？ちょっと付き合ってもらいたいんだけど。ホテルですか、まさか。ホテル違った、学校だった。スタート地点よ。スタート地点って言ってくれた、なんていうことだ。あのね、言いにくいことだな。そうでもないはずなんだけど、うまく言葉が浮かばないのよね。ふむふむふむ。ねえ、これ覚えてるでしょ。え、ライター？もう私には必要ないと思うの。前に進むには邪魔なのよ。うわ、手帳ってそんな勢いよく燃えるもんなの？ちょ待って、このあやつじさん、なんかの魔法使ってる魔法使いみたいな感じの雰囲気あるけども。手袋かわいいね。今流行りなのかな、そのクマのね、手袋。なんかミャオもつけてたけどいいの、うん、こんなものよりもっと大切なことがあるって分かってきたから。何書いてたか聞いたな。言葉よりもシンプルだし。いいのよ、これで。こっちにしよう、こっちにしよう。サムネ甘髪の写真めっちゃ撮ってんな。あー、いやーでもいいな。私が伝えたいこと、あなたにはまだわからないでしょ。わかんないでしょ、そりゃ。でもそのうちきっとわかると思う。私のことをもっと知ってくれた時にね。そっか。だからそれまで覚えておいて、ここが私の再出発点ってこと。なんかもうねえ、本当に、なんだなんだ本当に、ごめんね、時間取らせちゃって。郵便が来た、郵便が。いや申し訳ないですね。郵便屋さんが来ましたね。しかもなんかね、朝来たらしいんですよね一回。まあ、僕今日ちょっと起きるの遅かったんで、まあ、朝来てあの不在通知の紙を入れといたんだけど、なんか連絡がないからっつってもう一回来てくれたっていう、すげえ優しい人だったあの俺アマゾンでめっちゃ買い物するから毎回来てくれる人なんだよね顔見知りってね。さあやろっか、ごめんね時間取らせちゃってっていうことで。別に。それじゃあ帰りましょうか。おお、チューすればいいのに。チューチューしか興味ねえな。いいね、押しついたね。よしよし、いいね。やばいな、楽しいわやっぱり甘髪。よかった。お、上に上がったね。よし、そや、なんかあったな、なんか選択肢みたいなのなかったっけ。まあいっか、もういいやもういいや、どうしても気になる人はもう自分でやってくれ。もうどうしても気になる人はもう自分でやってくれ、頼んだぜ。なんかそういうなんか丁寧なんかさ、その視聴者にこう気を使えるなんか丁寧な実況したっていうのがなんかすごい人気になるっぽいですけど、人気になるっていうかまあね、いいと思うんですけど、僕にはちょっと無理ですねそれは。いやできるけど、もう今もう先が見たい、本当に先が見たい、頼むわ本当に、目指してくれ。あ、いいタイミングね。お、あやつじさん、ちょうど時間を持て余してたところなの。おお、神かな。よかったらお話でもいかが。いいね、これね、ちょっと急いでるんだにする人いい。いい返事ね。それじゃあ少し時間をもらうわね。ちゃんと、あ、まあでも今回はもういなくなっちゃうんだけど、一発で。
これしか選べない。これしか選べない。ちゃんと人にとって一番の財産が時間って分かってる人ね。旅行先のホテルのテレビって大体お試しチャンネルがあるよ、ね、そういう話をするってことはあなたはそれが何か知ってるのよね。どうしてそういう話をするのかな。ああ、やっぱそういうね、そういう風になっていくのね。なるほどなるほど。次、皆さんお待たせいたしました、アタックの時間です。アタックの時間なんだな。あ、いいタイミングね、ちょうど時間。お、もうこれいいや、さっきと同じだからね、行こう。いい、それじゃあよし。ねえ、あなたの話ってどうしてそんなに面白いの。おお、意識してないんだ。本書表しててもそういう感じなんだね。本書表しててもっていいから。そうなんだ、私は面白いと思うんだけどな。好きなんだよ多分、普通にシンプルに。ただあれ、ここ選んでなかったの。へえつってね、あなたって面白い人よね。ありがとう。よそにはあまりいないタイプだと思う。おお、うん、私のことはいいの。やっぱり面白い。いいな、こういう女の子に変われたい。興味を惹かれるわね。うん、私はそういうの好きよ。やっぱなんか細か、やっぱいいな。そうね、おかげで楽させてもらってるわ、いろいろとね。まあ絶対そういうことだろうな。よっしゃ、来ましたよ、アタック。太郎じゃないな、いいね。レジさん、僕のことどうも、ちょっと思い切って聞いてみようかな。どうかした、急に黙ったりして。え、あ、いや、そのあやつじさんは、あやつじさんは、言いたいことがあるならはっきりどうぞ。僕のことどう思ってるの。あ、顔赤くなった、かわいい。どうしてそんなこと聞くの。まあ他の人とは区別して見てるかもね。嘘をついて私に何の得があるのよ。それより質問の意図を教えてくれる。言いなさい。なんて楽しいんだ。なんて楽しいんだ。うわ、え、なに、ちょっと待ってくれよ。ちょっと、もう本当にもう、強くなれるかどうかはあなた次第じゃないの。じゃあね。甘いよ、素直に喜べない怖さがあるな。お前何言ってんだ、お前バカじゃねえのか。本当に危ない、思わず殺すぞって言われた。あすみさんイベントなんだ。あ、これあれだな、足元の赤いシミは これは血じゃないか。しかも点々と跡が続いてるぞ。なんだ、急に事件か。あ、まずは冷静になるんだ、ひなた。とにかく状況を分析することからだ。誰もいない廊下、残された血痕、凶器はめてないし、被害者、え、被害者、そうだよ、被害者はどこだ。まずは怪我をした被害者を探さないと。あそこでうずもがっている男子が被害者じゃないのか。君大丈夫か。 はい、
あ、安心するな、僕が来たからね、必ず犯人を。あれ話が止まれなくて。うん、このイベントね、本当にアホラだなって思うよね。話なのつって。不審者になれるからね。じゃあ秘密結社の神風が吹いて、女の子を使うとか。現実まで連れてくだろう。さすがに。さすがに保健室まで連れてくわ。え、なんで綾辻さん。なんであまりいいことをすると目障りっつってたな。通り過ぎた方がいいのか。わからん、綾辻さんが。綾辻さんがわからんぞ。あ、ないな。ないなぁ。あ、進めちゃおう。いやーにしてもこんなに早いとはね、チューするのがびっくりしちゃったな。本当にびっくりした。ニーニー、顔がデレデレしてるけど何かあったの？なんかありました。はい、もうあなたには言いません。いやここがね、確かあれなんだよね。選択肢があるから、まあ後でね、やりたいと思います。後でね、とりあえず。一回ここで録画切っとくかな。ふう。休みイベントじゃないか。休みイベントだね。何しよっかな。あやつじさんっぽいのがいいな。よし、問題集を買ってこよう。よし、マラソンに出発だ。よし、新しい靴を買いに行こう。問題集だ。勉強だ。男は黙って勉強だ。クリスマス好きな女の子、そのために自分の魅力を高める。ちょっとめんどくさいんだよな。いやいや、そんなじゃダメだ。今日も頑張ると、とりあえず勉強頑張ろう。やっぱり地道な努力が大切なんだよ。よし、それじゃあ早速。いや、いいね。なんかちゃんと頑張ってる主人公で嬉しいね。うん、どの問題集がいいかな。俺時間かけて選ぶの嫌いなんだよな。あ、でも店員さんに話しかけるよりは時間かけて選ぶかな。あ、おお、やっぱりよかった。ヘイ、お、あやつじさんだけじゃん。いいね、いいね、いいね。主人公割と努力家だな。うん、頑張ってる頑張ってる。全然頑張ってるな。ねえ、ニーニー、もしかして彼女でもできた？バレてる。最近すごく元気だし、怪しいな。いいね。やっぱミア可愛いな。やっぱミア可愛いわ。寝よ。お、いっぱい出たね。ありがたい、ありがたい。ありがたいですわ。さ、お、5個も出てる。多分全部お話イベントだろうな。1,2,3,4,5。そうやね。まあ全部同じか。じゃあまあ順番にやっていこう。よっしゃ、アタック。向こうもいいだろう。よーし、チューしてもらえるんかな。まだ、まさか。ね、ね、あやつじさん。いや。察しとるな。どうせこの間のことでしょ。うん、もう一度キスしてほしいとかでしょ。
すげえわ。あわよくばとかでしょ。さすがすぎるわ。なのよ、まったく。さすがすぎるわ。ああいうのは不意をつくから面白いの。確かに。自分からすればいいかしら。完全に読まれてんな。残念でした。ねえ。でも遠くない未来にまたチャンスがあるかもね。お。それじゃあね。待ちま。今じゃないんだ。次が楽しみだな。ちょっと。あと5個あったな。あと5個あるな。大丈夫かこれ。足りるか。選んでない子ないよね。全部できるはずなんだけどな。一応。なんか次行きましょうか。じゃあ。処理があれだわ。よっしゃ、アタック行こう。あやついさん、もう一度キスしてください。はぁ、あ、やるですね。もう笑える。おかしいからに決まってるじゃない。ねえ、もうねえ、読まれるからもう直球で行こうみたいな。直接的に、うん、まったくバカなんだから。ちょっと待って、まさか来た。最高です。よかったわね。よかったわねって言われちゃって。今ので正解なんだ。今ので正解なんだ、主人公。合ってる。お前の選択は間違っていない。大丈夫だ。ああ。休み3イベントか。じゃあいいや。声が大きい。女の子にされたいことを聞かせてくれ。あー、なるほどね。踏まれたい。あ、踏まれたいわ、ちょっと。ごめん、ちょっと今の僕の気持ちに正直になっていいですか。知ってください。引いてんじゃねえか。引いてんじゃねえか。友達が引くレベルって相当だぞ、お前。引いてんじゃねえか。お、そうだな。え、嘘やん。嘘やん。嘘やん。そんなことある？めっちゃ面白かったね、今。さすがエツジさんって感じで。オッケー、行こう。じゃあアタック行きましょう。ドーン、ドーン。また注意してもらえるかな。なんだかいい雰囲気だよな。うん、あやついさんともう一度キスを。あやついさん絶対嫌。すげえ、さすがだな。残念でした。2回に1回しかしてくれないかな。あ、サラギアの人なんか楽しそうな顔してたよな。ほう。あ、今回早かったな。なんかもういつでもチューできる関係ってのもいいけど、こういうのもいいね。よし、アタック行こう。さっきからアタック連打だな。ずっとアタックしかしねえわ。あ、そうだ、あやつさん、この後は委員の仕事あるの。うん、今日はもう終わってるから。こいつらずっと会ってんな。一緒に帰らない？そうね、いいわよ。お、やったぜ。大げさ、一緒に帰るだけでしょ。そう。ああ、私も行くわ。すげえね、ずっと一緒にいるじゃん。日が出てるうちに帰るのなんて久しぶりだな。いろいろあって残ってることが多いの。あ、でも6時まで残ってたらもう日が沈んでるみたいな。あんまりないわね、ほとんど。あ、ね、ほとんど図書室なんだ。次から主人公行くな、これ図書室。絶対行くだろう。
夕焼けが綺麗だね。新しいリアクションか。新しいリアクションか。確かに。小さな頃、嫌なことがあったりするといつもここに来てたのよ。へえ。そうね。誕生日にアクセサリーをせがんだら、おもちゃみたいなのを渡されたとかね。私は安物でもいいから、大人がつけてるようなものが欲しかったのよ。なるほどね。でも家で落ち込んだ顔を見せるわけにはいかないから。まさか家でもやってんの？そういうこと。家でも自分を作ってんの？そりゃね、情緒不安定になるわ。一回もつけなかったの？あれ、そうなの？多分あの辺に沈んでるわよ。投げたんだ。長いもののくせにポチャンっていい音がしてたから。ああ、あいつさ、うんじゃない。さあどうでしょう。ごめんね、楽しい話題じゃなくて。そう、いやでもいいな、こういう話ができる関係って。そうは思いませんかに。そうは思いませんかに。顔がゼレゼレしてる、やかましいわ。デレデレするだろう、当たり前だろ、そんなもの。え、セーブしよう。まだ好きにも上がってないのにね、もうほぼほぼ付き合ってるみたいな感じだもんね。すごいね、甘神って。行動が有効期限に入りました。